Yo, Vesanta here, and there is a new video that dropped for Pokemon Sword and Shield based on GamesCon. So we're just gonna watch and react and see what's up. Konnichiwa. Pocket Monster Sword. Pocket Monster Shield のディレクターを務めているゲームフリークの大森です。プロジェクトに専念するため、ゲームズコムには参加できませんでしたが、Now it reaches to the video. 楽しみにされているファンの方々に向けて。ガラル地方の街を少しお見せします。New scenes from a town. Okay. ここはガラル地方で訪れることになる街の一つです。The NPCs, check out NPCs. 今映っている。That guy totally looked over. ポケモン研究所です。That's Janky. マグノリア博士がダイマックスについての研究をしています。Oh, this is probably the. So this is the town. 駅もあります。Hometown?以前ガラル地方のポケモン。Well, this is the first different town that the word professor is, right? 町から町へ人を運ぶ空飛ぶタクシーについてご紹介しましたが、ガラル地方の移動手段はそれだけではありません。Wait. Actually, hold on. Maybe I should read the subs. Busy looking around. Oh, what the hell is that? It's a. さまざまな人に利用されています。Interesting logo. ガラル地方のポケモンセンターは。このような外観になっています。他の地方とは少し異なりますが、シリーズに慣れ親しんだファンの方ならすぐにポケモンセンターだと分かるデザインになっています。Overnight, 他にも新鮮な食材が並ぶお店やブティックがあります。Produce. ブティックはいろいろな街にありますので、新着 clothes, right? 新のファッションをチェックしてみてください。There's a guy taking care of the Wooloos. ガラル地方では人とポケモンが手を取り合って産業を発展させてきました。街中でも仲良く暮らしている様子が見られます。今回ご紹介した街以外にもガラル地方には美しい自然に満ち溢れたエリアがたくさんあり、皆さんを待っています。There's... いかがでしたでしょうか。本作は任天堂スイッチ向けに11月15日に発売されます。皆さん楽しみにしていてください。それでは。Oh, that was pretty short. Hey, hold on. Let me go back. ガラル地方Town. ここはガラル地方で訪れることになります。The town you visit. 建物がポケモン研究所。So that's the research lab. Just reading it again because I totally missed. ダイマックスについての研究。この町には駅もあります。Railway station. 以前ガラル地方のポケモンである。Oh, okay, so they're talking about the overnight, and then this is the. 空飛ぶタクシーについてご紹介しましたが、ガラル地方の移動手段はそれだけではありません。Those people are so happy. Be having a good day. このような駅がガラル地方の各地に存在し、通勤や旅行の際の交通手段としてさまざまな人が利用しています。That's the logo. ガラル地方のポケモンセンターはこのような外観になっています。他の地方とは少し異なりますが、シリーズに慣れ親しんだファンの方ならすぐにポケモンセンターだとわかるデザインになっています。他にも新鮮な食材が並ぶお店やブティックがあります。ブティックはいろいろな街にありますので、立ち寄って最新のファッションをチェックしてみてください。ガラル地方では人とポケモンが手を取り合って産業を発展させてきました。That was in the back. Yeah. 街中でも人が暮らしている様子が見られます。What was it? 今回ご紹介した街以外にもガラル地方には美しい自然に満ち溢れたエリアがたくさんあり、皆さんを待っています。いかがでしたでしょうか。Okay, okay. 本作は任天堂スイッチ向けに11月15日に発売されます。皆さん楽しみにしていてください。それでは。Yeah, thanks everyone for thanks everyone for hopefully watching this video and hopefully see you guys next time. Reactions and stuff like that. Oh, let's cancel this. And if no, that's it. All right, later days.